ピーシェンジミニ345枠目スーパー桃太郎電鉄249枠目です。黒金さんいらっしゃい。和国です。10番国さんいらっしゃい。和国。倉総司さん、アランプロスさん、スーザンさんいらっしゃい。社長、トランプ社長にマルサハ炸裂。トランプ社長にマルサ炸裂しないと逆転できないね、このままだとね。よし、マルサ来い。途中から PC エンジンが好きな2人から来場。いきなり決算バーストさんいらっしゃい。して欲しいな、盛り上がらないよ。決算。さあ皆さん、今年1年間どんな経営をなさいましたか。収益発表。ラック社長が393億6900万円、トランプ社長が456億円、農協牛乳種です。1200億差、森さんが一番最初に。さあ水野社長、マルサ食らってね、3社長が並んでたのよ。水野社長、やっぱマルサがね大きいですね。そろそろ青ビルにマルサが。ワコツシャトルさんいらっしゃい。おじさんがレグです。広告貢献にチナさんが3500プトニコに広告しました。まだ大波乱があるのか。金すると農協金するで。おドランプ兵をかけろかけろかけろもっとかけなさいよ。広告貢献にあ5マスだって。シャトルさんが3500プトニコに広告しました。5を進めるカードあるな。本当はカビルハマルサに泣かされる。5を進めるカードがあるけど、あみんないるから。あー別府まだ破壊されてないんだね。破壊赤い、まあ、いや、シエルさんじゃない。まあ、手堅くいくか。ゴーズメルカードあるから。はい。シャッチョさんはコツです、モモスラー。あれあれあれ、残り5やなかった。あれちょっと待って、ちょっと待って。あバトキューさんじゃない。おおもちゃ工場、倒産のお知らせ、ワコフス。んあれ PC エンジンが好きな一人が来場しました。べ、違うルートだった。社長、社長場所間違えました。遠い方から行きましたね。遠い方から行っちゃった。まあいいやまあいいや、モモスラ孵化してないから。よし、炭鉱が行けるかな。ルートで確認が必要でしたね。あら、しまった。まあいいや、これノーリセットで行ってるから。ワクオツです、社長。猫じゃらしやるぞ。まあ、別府破壊されたとはいいから38個目のやるぞ。炭鉱がでも黒字企業になった。ワク41個目のやるぞ。やっちまったな。まあ、いや次の目的地次第じゃちょっとね、最下位になる恐れもあるから、ここはちょっとみんな。あとはどうや。タケノコチャンネルさん、シャトルさん、あれです。ゴースすべるカードを。ゴースするカード使っちゃったのはあれだけど、ロードでも良さそうだけど。いやまあここまでノーリセットですからね。ノーリセット桃鉄2は皆さーん大変です。とうとう桃面が水中になってしまいました。ノーリセットの誇り、和骨です。皆さんよろしくカード集めでマルサ集め。桃面のせいで別府の町は壊滅状態です。ラッコスネッツの所有の温泉がさらにもう1軒、さらに3軒目の温泉、さらに4軒目、さらに5軒目、ラックス電鉄、別府温泉全滅です。ラックス電鉄15億円もの被害が出ました。1、2、3マスね。3、あ、待って、1、2、3、4、あ、6じゃない ?6 じゃない ?1、2、3、4、5、6だ、やった。マイテスサレン、6進めるカード、マイテスサレンです。どうやったでしょう。いやいや、再建しますよ、6進めるカードで、やったぜ。やった。1、2、3、4、5、6、OK! はい、もう再建。よーし。OK! 広告貢献に皆さんからです。こちら黒だよ、黒だよ。よし、すぐにもう再建。早いな、仕事が早い。ゴールドさんに来ました。仕事が早い、ラックス前提ですぐにもうね、再建しました。あっという間に。モモスラにね、別府の町を襲われましたけれども、しっかりとね、再建しました。早いわ。別府の人たちはね、こんなに社長自らこうすぐに来てくれるんだと、すごいわ、ラックス前提。やっぱ早いなと。
他の社長ならこうはいかないわよって。あ、まだ空いてるのがあるな。トランプ社長がまた来た。鈴田さんがあれです。トランプ社長が物件増やすな。もうマルサしかないな、これ。今の別府の町は壊れたのもまた元に戻っただけだし増えてないしな。おっと、トランプ社長、松坂のすき焼き屋がテレビで取り上げられてデリシャス大人気です。持ち金が5000億ぐらいいってんじゃん。もう3、お、ここらもう一回増資できるね。あ、ここらはもうダメだって。皆さんが1100プとニコニコ広告しました。9号、あ、もうダメだ。卵を置いてください。広告貢献にシャトルさんが500プとニコニコ広告。いや、ここはマルサだな。マルサ来い。あ、よくた、よーし、よーし、来たぞ。この強運よ。よーし、よーし、この引きの強さ。来たねー。ダビングカードって売ってないの？そして自爆するまでが、わら。ダビングカードはどうだったの？ダビングカードあるかな？ワクワク。和国です。はい、15個目されちゃい。アガト大門さんが1100プトニコに広告しました。アガト大門さんあれです。BGM の出番だ。これは神の引き、そして青ビル射殺までが一流剣ですね。よし、いや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 、これはもう、トランプ社長。いや、怖がってる。おい、早く、書類を隠すんだ。裏帳簿。4枚ぐらい集めて、4連発で。ブブ漬けさんやし。いやいやいや、ここはもうトランプ来る。ダビングカードって店売りないよね。マルサも自爆もあるんだよ。ダビングカードって九州あれだけ。ちらっと見てこようか。一回セーブしますか。でん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 。ダビングカードは販売してないか、ね。販売してませんか。ちょっとセーブしますか。一応ね、リセットはしませんけどね。ダビングカードで。ここセーブしよう。ダビングカードだったらダビングして 2連発マルサとかね、できますよ。さあ来い、クラウがいい。トランプよ、クラウ。あ、もうちょい、もうちょい。トランプ、お願いします。トランプが悪さしてます。トランプが悪さしてます。トランプが悪さしてます。トランプさん、トランプさん、トランプ、あら、おい、なんでバイデン行くの、なんでバイデン行くの、なんだよ、もうこの丸さ使えねー、丸さ使えねー。やくじゅうさん、これ前も見たんだけど、何このトランプ、くそー。バイデンさん借金減らしてくれたからいいだからやつ、借金のとこに丸咲いたら減らしてくれるからね。いやー、くそー、丸さんの攻撃を2回も乗り切るとは。もう一回引かないといけないな。一発丸さくらしたらもう。おっと、ニュースをお伝えします。沖縄で大きな台風が発生しました。ニュース速報、丸さカード発。さあ、どこに来るのかな。鳥取です。台風は鳥取で猛威を振るっております。かなりの被害が出ている模様です。ただいま入りました報告によりますと、バイデン伝説主義の長芋畑、同じくチューリップ畑、ナッシュン、ナシン、バイデンさんが唯一買い占めてるとこじゃないのよ、私。違う、水野伝説、ナシン、被害総額、水野伝説1250名、バイデン伝説4750万円でした。あーし、くそー、もう一回回るとこい。3、あ、カードいっぱいいける。ミニアカードあるじゃん、ミニアカード。よし、なんか売るもんあったっけ。もう特急系で買い占めてたはず。よし、
広告貢献1位、ちなさんが300プトニコに貢献しました。スクープ、マルサが慈善活動、赤字の会社を援助する。え、熊本開いてない。あ、開いてんじゃん熊本。えー、天然降水帯、リニア3個とぶっ飛びニコの最強デッキね。どんなに目的地が離れててもいい感じ。開いてたのか。おっと、納豆屋からすごい収入が出てる。さあ、クスオ社長が九州に近づいてきた。はい、いらっしゃい。マルサカードを引き当てたところで運を使い果たしてしまいましたね。まだまだ、77年目だから。まだまだ。こんな安い物件でも伊藤用カードを使う。ねえ、ケチだね、美濃社長。おがみわたりさんがです。広告しました。しぶちん、わら。あっと、弘前に発生です。ももすら、ももすらが40回目、記念すべき40回目は弘前です。ちなみに弘前の町を所有しているのはクスオ電鉄、トランプ電鉄、バイデン電鉄、以上の皆さんです。早く金太郎くんを呼んでください。弘前がいたね。弘前がいた。ももすら、もうこうなったら王子神カードでリセットするしかない。社長、今すぐに金太郎君を。うん、あの金太郎になったら呼びます。大板は全部買い占めてる。ぷんやんぷんやん、タクさんいらっしゃい。さあ、4社長がやってきた。まだバイデン社長はまだ海。なんだ、令和納豆並みに金集めているな。わらわら。おっと、物件が来たけども。リゾートホテルを買って売るという。一瞬だけだった。あとまた温泉を買ってきて、そしてまあもう売った。そして借金だけは残った。あんという自爆案件。なんという自爆案件。なぜ売ってくれる。悲しいな。さあ、日本シリーズ。あっと、その前に、あっと、トランプ社長。何、トランプ社長、トランプ社長やりたい放題。さあ、また広島トランプ連覇。そしてもちろん相手は名古屋ラックスで、2年ぶりの目指す名古屋ラックス連覇を目指す広島トランプ。さあ、3勝3敗、今年も大接戦。名古屋の逆転優勝が当然。さあ、第8戦、ここはもうマルサをごまかした。よし、勝った。よし、名古屋ラックス2年ぶり8度目の優勝。名古屋ラックス8度目の優勝。よし、せめてここでね、肩を取らないと。また1リーグ制ですからね。5。あ、いけた、いけたぜ。ラックス社長一番乗り、パチパチパチ、ありがとうです。ラックス、ラックス社長19度目ゴール。さあ、今からまた何週目ですか。9週目ですよ、9週目。これまたリセットされました。パチパチパチを。よし、さあ、バイデン社長に再びついて、パチパチパチ。次は新潟。何にもない、何にもない、買える物件何にもない。これは遠いな、和骨。はい、落石注意されちゃい。フェリーから行くの。さあ、ぶっ飛びを使った。ぶっ飛び3枚持ってるクソ社長。ぶっ飛ぶしかない。ぶっ飛ぶね。高松ちょっとび。さあ、トランプ社長もぶっ飛ぶ。ぶっ飛んだ。おー、結構ぶわーっといいとこついたね。バイデン社長は戻り。
ボンビー、あーっとまた買い物だ。温泉買ってきて売るとなんで借金のところ売れるの。貧乏神よっぽど優秀なんですね。なぜ売ってくれる。貧乏神は優秀なんですよね。すごい沖縄近いですね。沖縄や借金の方にしかならない。沖縄って何番なの。沖縄結構あるね。パイナップル畑か。あーでもクソードトランプもダメだね。手つけられてる。うんギャンプホテル派残ってますね。ホテルはまだ残ってましたね。結構買われてたんですね。多分ね貧乏神とかじゃないですか。沖縄は沖縄はね目的地になら買われていましたよ。なりませんでしたからね。貧乏神買ってね、あ、今でも売られましたけどね貧乏神に買ってきてもらうっていう怖いねうーんだからあと出来心カードとかで買えるのかな。九州目的地の時でついでにね、他の社長が来てない時にちょっと寄り道したりとか。貧乏神に買ってきてもらいましょう。乗っ取りカード派。乗っ取りカードまだ取ったことないまだ。乗っ取りあれがいいんだけどね。あそうだ、先週じゃないや、一昨日乗っ取られたどっかのお店、トランプ社長に。そんなに高いお店じゃなかったのに。なんであんなとこで乗っ取りカードを使ったんだみたいな。この秘書さっきからめっちゃ買い物してきてくれる、ね、不動産をなんであの物件を乗っ取ったんだみたいな。お、来た、来い。乗っ取りで健全経営ですね。笑俺じゃマルサが見える。マルサ来い。マルサ来た。あー来ない。そこ乗っ取るのかよって乗っ取りでしたね笑そこ乗っ取るのみたいな。なんだよリトルデビルかよ。やっぱ2連続丸太ないか。有能な秘書来たー。わらわら、確か独善阻止だったような。デビルに愛されてますね。わら、来ないしデビルだし。あー、独善阻止のや青い電車によく似合うデビル。独善阻止だったのか。いやらしいことすんなー。あー、しかも1持ってんじゃん。うわー、新潟トランプ社長33度目ぶっちぎりだ。目的地も目的地着いた回数も釧路期待。パルプンデカード使った。なんかおトランプ社長995億すごい贈り物もらった。なんかお金すごいあげたんだけど。トランプ社長9、私何本かけたの。大逆転めちゃくちゃ借金がなくなっちゃったね。上野も横浜も買われてんだっけ。700億取られた。うわートランプ物件、うわートランプ物件、うわートランプ物件。みんなトランプだ。ここひどいもんだ。ひどいわね、ひどいわ。あ、ちょっと待って、貧乏が見えた。しれっと止まっちゃったけど。トランプ王国、とんでもない。あ、貧乏がこっちだ。あ、リトルデビルか。バイデン復活。バイデン復活しましたね。あ、大阪開いてんじゃん。あ、大阪なんか入ったんだっけ。ニコニコ広告枠から一人が入りました。はい、いらっしゃい。大阪に出た。プロ野球球団マイナスだけど。それでは済まないバイデン。でも、グゾー社長一括買えるとき買うでいいじゃない。なんでちょっとずつ買うのか。扉に潰されたはず。大阪。すぐ。まだ遠いし。早い。
すぐ売れる。あー、カード集めちゃうかね、もし。あれだったら。ちょっと、即売り。あー、またトランプ。うわー、トランプはまた。まあ、バイデンここにいるし、グソ社長も向こうだから。あれ、勝浦空いてる？勝浦、まあまあゴルフ場あるけど、まあいいや、ちょっとカードマス。ここはカードマスだな。ないけん、まあいいや、勝たないとこ。こんばんは、青ビル店長。ずっと母さんです。転売屋だ。おっと、マルサ来い、マルサ来い。あ、特急か。他の社長でもいいんだよ、マルサは。他の社長来い。ソエンタープライズ。トランプ社長でもいいんだよ、トランプ社長。マルサ来い。自爆、自爆、自爆狙いで。ダブル。誰でもいいからマルサ来るんだ。さあ、決算。さあ、皆さん、今年年間どんな経営をなさいましたか。ダック社長391億、トランプ社長が463億、うわうわ、1000億差は変わらず。でも、バイデン社長がちょっとバイデン社長がすごいことになってる。すごいことになってる。ギャーンってギャーンってなってる。すごいアップ来てる。ギャーンってなってる。バイデン社長強烈な愛理回復。パルプってすごいな。あ、パルプでもなんかクソピンチ。クソ社長が。トランプ社長、今年はなかなか稚内の家人漁船団が大繁盛。ラックスさんもパルプンテ狙うしか。パルプンテなんかいいことあるのかな。トランプ社長にダメージ与える。本来だったらこんなに上がったら監査が入りますね。千葉県は俺は監査だ。よし、あー、リニアカードか。いや、一瞬マルサカードみたいな。知らない。くっそ。着地して大ジャンプ。しょぼん。水野社長来たな。もう一回ぐらいカードマス止めれるかな。もっと時を使ったこそ社長。どしらそう、どしらそう、どしらそう。パルプンテってマイナスなことはなかったような。マイナスなことない。あー、じゃあ、いや、パルプンテでもいいね。なんかね、なんかパルプンテカードで売ってなかったっけ、売ってなかったっけ。面倒なのは目的地変更だったかな。ああ、それくらいならまあね、自分がなんかちょっと大ダメージ受けるイベントだったら困るけど。あとトランプ社長がしゃっかり。大体特急がなくなったらね、カード売りはつくんだよね。まだバイデン社長ここにいるから、まだもう一回カードもらおうか。あっと、緊急ニュースをお知らせします。桜島が突然噴火しました。ボボボボ。鹿児島に直撃です。今回の火山噴火により被害に遭ったのはトランプ伝説所有の鹿児島の大根畑。もう一丁大根畑、さらにサドバイモ畑。はい、行っちゃうぞ。さあ、鹿児島大被害です。トランプ伝説のサドバイモ畑、被害総額トランプ伝説2億1000万円。
まあ4424個持ってるだけど2億だからね。嬉しそう。桜木はだったのあれだからね。全然響かない。全然響かないよね。マーヤ啓示に水が被害ですよね。あ、マルさんの、マルさんある？なんか見えた。一瞬マルさんが見えた。一瞬マルさんが見えた。あ、テカードかよ。いらない。12000とか全然やん。全然ですよ、もう。あと、水の社長もちゃっかりカード売り場。小遣い程度。小遣い程度ですよね。とか移動用カードとか、ん？移動用カード残すの？移動用カード残すんだね。あんなにお金あるのに移動用カードいらないんだ。移動用カード売らないんだ。カードってどんな効果ですか？いや、物件安く買えるんです。もうこれだけお金があったら別にちょっとだけ安くなりますけど、序盤ならともかくね、もう何千億手ありますからね。戻ってきた、トランプ社長戻ってきたね。マラさん、あ、デビル、デビル、バイデン、バイデン社長。センサーあるのにスクイズするのと一緒だぞ。そうぞ。あと、モモスラが成虫になってしまいました。弘前のモモスラ、オープン。さすが女子派節約上手ですね、わら。モモスラのせいで弘前の街は壊滅状態です。さすがね、アミちゃんだね。クソ伝説処理の水田、バイデン伝説処理の水田、トランプ伝説処理のリンゴ園、さらにリンゴ園もう一丁、さらにリンゴ園3件目、被害総額クソ電鉄3000万円、トランプ電鉄1億5000万円、バイデン電鉄3000万円の被害でした。いや悲しいです。嬉しそう。あっちギガードか、いらない。さすがに、おっと、なんとしてもね、トランプ社長にマルさん査察がな、入らないかな。露骨なまでのラックス伝説以外のポジティブ行動。いや早く復興しないと。あと珍しい水野社長が選挙に出た。選挙で終わっちゃうな。おっと、間もなくお時間です。お時間でございます。あっと時間が間に合うか。トランプ社長とエンマは必ずこの割り振りにするのかな。じゃあね、44体力、44延長、攻撃力40、延長ありません、まあ、すぐセーブできますからね。あのあれと違ってパズルとかと違って。必ず進みますからね、桃鉄はね。パズルは一問全然進まない時あるから。あった、あ、水野社長落選。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジンミニスーパー桃太郎電鉄2は毎週カーブがやります。また来週の火曜日お会いいたしましょう。はい、オツです。オツでした。今週はマルサ不発でした。はい、おやすみなさい。オツでした。オツンツン、オツでした。オツでした。オツでした。おやすみなのねん。トランプ社長のところで飛びますか。はい、オツでした。オツです。おやすみなさい。